まあ僕のリスナーと思われる方から、あのー、今、あのまあ、某どこどこのラーメン屋さんでラーメン食ってましたよねとかって言われて、見事に当たってたんだ。<laughs> でリスナーが見てたらしいんだよ。DM いきなり送ってきて、今どこどこのラーメン屋さんいましたよねって言われて、完全にそこで食ってたのだ。ラーメンっていうか、まあ、焼肉定食だったんだけど食ったのはね。あと、もつ煮と、 あ,のあれだったんですけど、アイスなんですけど。<laughs> その後々 DM くれるぐらいだったら、その時に声かけてくれればよかったのに <laughs>。なんか、後々どこどこで食べてましたよねとかってね、ちょっとなんか、ちょっとなんかドキッとしちゃうんで、そんな DM くれるぐらいだったら、そ,その時に声かけてくれた方がいいまだいいんですけど。ドキッとするわ、そんなの。えって見られてたのみたいな。 あ、どうも。リりなちゃん。うん。コーラね、2本買ってきました。<laughs> まあ、声かけるのはかけづらいのはわかるけど。いって。ちょっとこう、怪我したんで、なんだろうな、これ。パチスローの打ちすぎなのかな。いっててててて。 なんかさ、よくわかんないんだけどさ、何々するから見ててみたいなタイトルで枠取ってる人いるじゃん。あれ何なのあれなんか、なんかの流行りなのわかんない <laughs>。意味もわかんないけど、便乗してみた、それに。<laughs> 何々するから見てて何なのなんかみんな、なんかさ、みんなでもないけど、何人かがそんなタイトルでやってるよね。あれ何なのな,なんかの流行,流行りなの 何かのドラマか何かのやつだかわかんないけど、何かの誰かが言い出して流行ってんのあれ。意味がわかんない。な、なんなの何々するから見ててって。なんなのマジで <laughs>、うん。なんとなくやってみたら、なんで意味がわかんない。な、なんで、なんでそういう、なんか語尾にな、何するから見ててみたいな演出というか知らんけど、今日はね、たっそ言ってません。うん 今日はパッと行かなかった。ラーメン屋行って焼肉定食を食べてきた。うん、<laughs> もうすぐでゆいなちゃんに会えるな。ゆいなちゃんとね、もうすぐで会うんですよ。うん、ね。 うん、はじめ社長みたいな赤いセーター欲しいなどっか売ってないかな <laughs> 電車はまあミスんないでしょ、うん、あの新幹線なんですよ <laughs> 缶のコーラとペットボトルのコーラどっちが炭酸強いと思う 別に変わんないんじゃないですかね。なんか気持ちペットボトルの方が美味しくないっていうか、一番美味しいの瓶で次に噛んで次がペットボトル一番美味しくない感じがするけど。でもなんか噛んのが気持ち強い気がしなくもないうん。こんばんは。<laughs> ちょっとね、もうね、ゆいなちゃんがね、ちょっと恋しくなってきましたちょっとね。 いや、なんかね、ものすごいストーリーがあるんですよ。なんかね、ユイナちゃんが、あの、なんていうんですかね。<laughs> まあ言、言って大丈夫だよね。まあ、うん、てか、会った時普通に言ってたよな、うん会って。会った時言ってたと思うんだけどだ、言ってもいいと思うんだけど、なんかね、あの保育園の先生をしてるんですよ。<laughs> 保育園の先生をしててでね月の月収がなんか13万くらいなんだって12万とか13万なんだって月収が。うん、でそれでね12万から13万くらいしかもらえまあ、もらえないって言い方もあれなんだけどそれぐらいでで1人暮らしで。 なんかその家賃とかはね、かなり安いとこっす。ま、あ特定されるかもしれないから、一応金額は伏せとくけど、うん、ものすごい安い金額で、のところなんですよ。うん。で、なんか会社が半分ぐらい負担してくれるらしくて。でも、家賃も払ってるじゃん、なんだかんだ。うん。あ、あだっす。KP5 かだっす。<laughs> 感度が強いと。どうでもいい話やな、そんな。うん。で、それで、 あの何、ー、でしたっけ <laughs> そうでなんかいろいろ金かかる人だっ一人暮らしで、ね、家賃も半分さ出してくれるとはいえ会社がそうカラオケ一緒にしてた人そう <laughs> でそれでた,、まあ、たったって言い方も悪いんだけど13万であのー、ね、まあ、かなり 給料的には安いじゃないですか。で、それで、あ、風船ありがとうございます。<laughs> うん、なんだ、家賃、光、まあ、熱費だって、携帯代だって、通信費とかでかかるじゃないですか。あと食費もかかるだし、あと電気代、水道代って多分かかる。もうそしたらもうた多分大して残んないと思うんだよね。月13、12、3万の給料で1人暮らしやってたら、ぶっちゃけ大して残んないと思うんですよ。しかもね、 保育園の先生なんてめちゃめちゃまともな仕事やって、ね、俺みたいなゴミみたいな、ね、恥をさらして、恥をさらしてるだけの、ね、俺みたい恥をさらしてるのゴミが月収数百万とか稼ぐ月もあるわけじゃないですか。うん、<laughs> なんか世の中完全に間違ってるなと思って。あ、にゃんこさんダンス、風船100個はダンス。うん、そう、うわ、わ、なんか怒ったな。 世の中完全に間違っとるよね、ほんとに俺みたいなゴミが月収数百万とか行くときあるんだから。まあ、今月でも全然稼いでないけどね。今月言うても。いくらぐらい今月ね、全然配信してなかったし。うん。まあ、言うても多分20万いってないと思うんだよね、多分。今月の俺の配信の収入っていうか。<laughs> いや、20万ぐらいいってんのかな ?20 万ぐらいかなうん。<laughs> うん、<laughs> 多分、クリショー全然やってなくて、クリショーが多分1万いくかいかないかって、多分1万ぐらいだと思うんだけど。で、今、ふわっちがね、今ね、16万いかないぐらいなんですよ。で、ツイキャスが多分2万くらいは来るから、まあ、約20万ぐらいですかね。で <laughs> 俺がこんなゴミみたいな配信をね、 あの、ちょっとだけやるだけで、二週間行ってんだよ。しかも毎日やんないで、パススロとか行ってたのに、全然毎日やってないで、適当にやってるだけで月二週間くんだ、ね、よ。うん。ゆいなちゃんが毎日ね、仕事って頑張って、なんか、しかも今月、なんか週一しか休みなかったらしいからね。いつもは週二とか休みらしいんだけど、うん。それで、あの、 なんだ俺20枚っていうかな、ね、今月なんだが前、まあ、少ないけど今月全然やってないしうんお前よっさんに手紙送ったらしいいや送ってないよなんかそんなのいちいち信じられても困るなんか俺ん家にも来たよ俺ん家にも森吉行っていう宛名で、まあ、いちいち放送紹介しなかったけど絶対よっさんじゃないよ,よっさんの偽物から手紙来たんだけどなんかいちいち紹介するのいいやと思って <laughs> どうせ偽物だしと思って紹介しなかったけど俺も森吉行から来てよ、まあ、絶対偽物だと思うけど <laughs> うんだからさなんか世の中間違っとるなと思ってでもそんなね適当に生きててあの俺みたいな適当にね生きててるやつの方が楽してお金を儲けてる現実があるっていうねなんかもうゆいなちゃんがちょっと愛おしくなっちゃってちょっとねちょっとね。 そんな、ね、そんなさ、ちゃんと真面目に頑張って生きて、まあ、たったって言い方悪いけど、たった13万で、あ、フーサーダンス、うん。それで一人暮らしで頑張ってやってて、で、それでいてね、俺、俺と会った時に、俺と会った時にね、なんかすごい、まあ、安尾さんと一緒に会ったんだけど、あのー、あれですよ、あの、 あれ出してくれたのカラオケ代。カラオケ代ね、多分5000か6000がだと思ったけど、3人で。3人で5000か6000だったんだけど、イナちゃんが全額払ったんですよ。いや、別にいいよ、出すよって言ったけど、イナちゃんが、いや、勝手に来ちゃったんで、みたいな、まあ、勝手ではないけど。